イルムズ君で一応助け組めずくと、ボーイ、今回はね、超巨大なトライアルチャンバーの後編ってことで、また探索していきたいと。でね、探索する前にまず、ここに入れてちょっと縛きます。リスキルしたろ。よーし。前回ここら辺で終了したのか。確かこのなんかでかい建物の奥か、この辺でなんか俺終了しなかったっけ。ボーンとあれ言ってたわ。そう、不吉な瓶が欲しいな。不吉な瓶っていうか不気味な瓶が欲しいんだよね。いきまーす。ポン。あう。あう。おお。不気味な瓶来たぜよ。やったやった。俺をどうぞどうぞやってくださいって言わんばかり。せーの、ポン。お、修繕。ナイス。多分ここら辺もう探索し終わってるんで。あとはもう不気味な瓶、これを飲んで、ぶっ倒すだけっすね、あとは。お、こんな洞窟にダイヤモンドがあるとは幸運じゃん。このトランクチャンバー内広いだけではなく、レアなものがたくさんある。よーし、防具全部揃ったんで、じゃあこの不気味な瓶を飲んでいきます。もう俺はどうなったってもう俺は構わないから、飲んでいきます。3、2、1、かかってこいザコどもじゃ、行きますか。ここに待ってても仕方ないんで。誰来いよ、ザコどもは。俺が相手してやるよ。俺様が相手してやるよ。ほらよ、お手からお前を倒してやるぜ。早速なんだ、この風は。あった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 。あっちー、ふぇー。お、不気味なトライアルキーだぜ。やったやった。え、これ、力のポーションか。ありがとう。じゃあ早速この上にある、レアなやつ、開けておきますか。じゃあ行きますよ、ドッポーン。あう、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 あう。ダイヤモンド。と、これレコード。レナレイン、クリエイト。来いよ。じゃあ次はここのスライムのところ行く。たむろしてますね。はい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 。おら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 、連射力だ。おらおらおらって言って言って、相変わらずフォートナイトでもマイクラでも相変わらず UM 悪いな。ステーキを不気味なチャレンジにありがとうございます。じゃあ続いてこちらのチャレンジスポーナーっすね。これ、じゃあ行きまーす。ポーンと。あう、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 あう。うおー、またレシート、レシートじゃねえ、レコード出たー。あと2分。やばいやばい、あと2分だ。やばいやばい、早くやんなきゃ。もうなさそう。じゃあいただきまーす。ポーン。あう、あう、あう。あう、クロスボウ、なんだこの効果、耐久力1、ゴミじゃねえか。これもう色なくなっちゃって、もうこれもう、死んでねえ色。入ってくるね。今回はね、巨大なね、トライアルチャンバーと探索後編ってことだったんですけど、不気味な、ピンか、最後飲んでみたいんですけど、結果としては、全然いけます。はい。もう巨大とか、もう最小とか全然大きさ関係ないね。大きさ関係ない。もう全然敵のね、強さだね、やっぱり。敵の強さ、あと敵の種類にもよるよね。あとなんか子供ゾンビのね、スポーナーがあるらしいんですけど、それだったら多分きついよな。うん。多分子供ゾンビはきつい。今回とかね、前回とか全然子供ゾンビがなくて、多分俺は命拾いしたと思うけど、子供ゾンビは正直多分めちゃくちゃ強いと思うので、まあそこら辺もね、
十分、全集しながらやっていきたいと思います。まあそこら辺もね十分、気に留めながら今後も活動していきたいと思います。手入ってくるのでね、この動画面白かったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。じゃあね、バイバイ。